The largest white array man made, or at least non natural structure in the world, is in fact an ancient teller formed systems of agricultural aquaculture canals in northwestern Botswana and northeastern Namibia, north of the Kalahari Desert in southern Africa. Obviously, quite ancient. The canal systems no longer provide free flowing water throughout its 105,000 mile array, but many sections show obvious intention to provide cross sectional irrigation. Then I would like to ask you to ask yourself which one of us is more stupid one who says this is a human creation or one who says this is an alien creation. If you claim that This was created by humans. I never hesitate to say, don't be stupid. ボツワナの北西部、南ンビアの北東部、南アフリカにあるカラハリ砂漠の北に、この地球で最大の人工運河があります。人工運河があります。それはまさしく世界最大、農業用に作られた人工の運河ということになります。 明らかにそれは古代のものであり、現在は水は流れていませんが、10万5000キロ、10万5000キロに及ぶ大運河です。またその運河は互いに交差しながら灌漑システムとして配置されています。で、これからその運河を紹介しますが、あなた自身にこう問うてみてください。これは人間が作ったものという方が馬鹿げて見えるのか、それとも エイリアンが作ったものという方が馬鹿げて見えるのかともしあなたがこれは人間が作ったものというのなら私はあなたにこう言うでしょうバカ言っちゃいけないよと広し林浜松市ジャパンでは画面を見ながら説明しますこの情報はエイ宮崎さんからいただきましたでこの運が ツオディロ運河と名付けます。というのはですね、名前を調べたんですけども、名前がないんですね。ですから、この一番近くにあるといいますか、中心部にあるツオディロヒルズですね、丘ですねをあの、の名前を取りました。で、ここがツオディロ運河のあるところです。線が見えますですかね。縦にサッサササッと走ってますね。これが人工の運河というわけです。この黄色い幅だけでも96.5キロあります。そしてこの縦の長さだけでも125.1キロあります。 まこの長さだけでですよ、そしてこの幅が32キロあります。まあ、その長さを基準にして、まあ、大きさを想像してみてください。で、このスオーディロヒルに、まあ、降りてみますが、えー、宇宙から見るとこのような直線が見えるそうですけども、地上に降りてみてもですね、どこにその直線があるかわからないというような雰囲気ですね。で、これはランタムにその辺りから拾えるだけ写真を拾ってみました。 で、この運河らしいものがあってね、それをまあ判別できるかなと思ったんですけども、そうした様子は全くありません。なわちこの運河はですね、宇宙から地球を見ることができる人によって作られたと私は最初に考えたわけです。そしてその大きさですね、10万5000キロですから、あの総延長がね。で、サイズを比較してみますと、これがツオディオ運河、うん、の幅です。まあ、端から端引っ張っていました。その長さはですね、 富士山からちょうど琵琶湖の橋までの長さと同じになります。長さが250キロです。この長さにわたって直線のですよ。直線の運河が平行に何十本も走っているということです。で、もう一つのツオディオヒルに戻ってみます。で、このツオディオ、そこにツオディオ運河があるわけですけども、この、まあ、運河と運河の幅が2.14キロここの。ここがですよ。そして その次が、この長さが2.13キロ。そして2.08キロ。まあ2キロですよ、皆さんね、幅が。そしてこうした運河が平行に、かつ直線に作られているということです。2.26キロですね。で、ジョン・ジェンセンという方がですね、この運河の研究をなさっておられます。で、これはもうマンメイドだと。自然によってできたものではないと。人工で 人工物が人間によって作られたものだということを主張し、現在はこの運河はですね世界遺産に登録されています。そして地上最大の人工運河、すなわち、えーまあ、人工の建造物としてはこの地球上最大のものであるというふうにこの、えー、先生は断言なさっておられます。で、その運河の長さが10万5000キロ。はあ、考えてしまいますね。 でこの広大な面積に整然と並んでいると。でかわってはこの、この東側にある川からですね、あのまあ、水が引かれていたということになりますね。で検証しています。ここがツワディロ丘ですね、ヒルズです。で、エイ・宮崎さんはここが、まあ、なんていすか、現場監督の、ね、中心点ではなかったかというふうにおっしゃっておられます。この丘の上からですね、まあ、現場指揮をしたと。そういうことなんですね。でこれが ソーディロヒヒルルででです。まあ、丘です丘ね。ヒルズですでここにはですね、大変興味深いことに、実は壁画が残っているんですね。こうした壁画があちこちに残っています。これが一番目立つ壁画だと思われます。こうした壁画はおそらく、まあ、1万年、2万年という単位以上の年月を経てですね、こうして今残っているということですね。やはり赤茶けた、まあ、円を使っているということです。 それで A. 宮崎さんのライ,ンライン理論を紹介します A. 宮崎さんがこのラインを発見してくださいましたグレートジンバブエですまあ奴隷の私は、まあ、収容地点であったというふうに考えていますそしてそこからテオティワ間の月のピラミッドに線を引いています、えー、その下の,あのフェルク・パンニはですね、えー ティオティワカンの月のピラミッドからの線があるんですよ。それともかくも、この黄色い線がティオティワカンとジンバブエをつないだ線です。その線と、この運河のラインが平行に走っているところに注意してください。ならち、この運河はですね、正確に東へ行けばジンバブエ、西へ行けばティオティワカンを示しているということになります。そしてその真直線下に、この、まあなんとも言えませんね、ツ、え、ワ、ー、ディオヒルズがあるということです。 大変、こうなんて言いますか、微妙な石といいますかね、えー。そしてそこには、古代の、超古代の壁画が残っているということです。この黄色い線を見てください。そして、運河と平行に走っています。これは偶然とはもう言えませんね。そして、この運河をですね、もう一度皆さん自分に通ってみてください。10万5千キロですよ。高校バクバクとしたあの大平原にですね、今、まあ、砂漠化してますけども、こうした運河を平行に、誰がどのようにして作ったかということですね。 いわゆるまあ富士山と琵琶湖の間とほぼ同じである。大工事ですね。まあ、何十本も透明、高速道路を作ったような感じではないでしょうか。で、これがティオティワン左がティオティワンです。そして右がジンバのグレートジンバブエのグレートインクロージャーです。そしてその新直線下にゾーディオヒルズがあるということです。そしてその運河は 正確にジンバブエと距離和艦の方向を向いているということですね。で、これは人間が作ったものなのか、それともエイリアンが作ったものなのか。冒頭で言いましたように、これを人間が作ったというならば、私は迷わずにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよ。いかがでしょうか。エイリアンの土木技術力についての動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Hiroshiashi, Shi, Japan, and Mr. Benoit Cortil in Brazil. Ancient man-made lakes in Beni Moschos and ancient Amazonian civilization in Brazil. We can see from the space hundreds of man-made lakes, small or large, in Moshos Beni Bolivia, and they say these were created by man in ancient times, over thousands of years. Here you see those man-made lakes in Benny Moshe o os. これが m o s h o の人造庫です。今までの謎とはスケールが違います。ここで注意していただきたいことは、そのスケールの違いもさることながら、どの湖も同じ方向を向いているということです。それぞれの形も大変よく似ています。湖ですから、もちろん滑水域と満水域とでは形を変えます。 また、アマゾン文明が栄えたとされる数千年前と今とでは、基本となる地形も変化したと考えられます。それにしてもよく似ていますね。もしこれらが人造庫であるとするなら、人間が作ったと考えることには無理があります。現代の土木技術を使ったとしても不可能です。また同じ方向に向けて作るにしても、あるいは同じ形にするにしても、湖を作るという視点からは無意味です。 なぜ同じ方向に向けて作ったのかなぜ同じ形にして作ったのか今ご覧いただいているのが、レイク A ですね。まあ、選んでいました。この長さが 5.29km です。そして、レイク B を選んでみました。この長さが 20.8km です。まあ、巨大な湖、人造湖ということになります。そして、これら2つをです、ね、合わせてみます。斜め右上から まあ、左下に引いた線がですね、方向を定めるための基準線です。そうして、まあ、並べてみますと、ここで合わせてみますね。そうしますと、レイク A とレイク B は同じ方向を向いていることがわかります。それに、形も大変よく似ています。まあ、人造庫であるということはですね、この土手が盛り上げられているという点からわかったそうです。で、この線を見てみますと、まあ、類似しているというか、 同じなんですね。このラインをまあ比較しています。上がレイク a で、下がレイク b です。綺麗なラインを描いています。まあ、自然なの地形を利用して作った湖とはとても言えませんね。明らかに造成してあります。先ほど言いましたように、こうした土木技術は現在の人間にもないと思われますし、またしたところで意味がないわけですね。で、行動。 1 1トルの高さから見てみました。これがレイク A です。そして、レイク B と並べてみますと、まあ、あのこの湖岸にはですね、こうした、まあ、原生林的な木が生えていると、まあ、そういうふうに考えるわけですけども、それにしてもよく似てますよね。で、ベノイト・コルティーズさんからこんなメールが届きました。ブラジルでも地上絵が見つかったというのです。 訳は私が付けさせていただきました。発音は申しおうすと読む,の読むのだそうです、えー。ベノイトさん、どうもありがとうございました。で、ベノイト・コルティーズさんからいただいた情報をですね、 翻訳してみました。これがあの、ポルトガル語で書かれた、まあ、情報です。で、ブラジルでもですね、えー、地上絵が見つかっていると。いうことなんですね。で、一度、まあ、英語に訳し、それを、えー、日本語に訳してみました。お読みください。 まあ場所が場所であるだけにですね、エイリアンが関与したということはもう十分疑われますけども、まだ結論を出すわけにはいきませんが、えー、これがまあ右の方がレイク A ですね、そして左がレイク B です。が、このモ、えーションスの謎はこれだけではないんですね。そしてこのマウンドがですね、作ってあって、そのマウンドをつないでいる直線があると、それがなんと延長ですね、まあ、5000キロに及ぶというわけですね。 そして、こうした腎臓庫もあり、腎臓マウンドもあり、そして人工的に、まあ、この洪水をですね、防ぎ、そしてまあ、水域には水の調整をしていたという、まあ、事実も浮かび上がってきています。ますます謎は深まりました。まあ、巨大な謎ですね。ということで続くビデオをどうかお楽しみください。えー、次のビデオは昨日作ったものです。Bye for now. Hello. This is Hiroshi Hayashi and Triple Nine Hamax Japan. Today's story is about the mystery of common sense. As you suppose, common sense is a collection of what you have been educated in the past. But more important fact, having very often hidden behind what you have not been educated. Then just imagine, how about what you have not been educated before? I mean, here we have to just wonder if we know everything or not. There are too many things that we do not know. Majos, Bolivia, is one of them. Few people know even the name of the place. But Majos is the one which is full of great, great mysteries. Or I say here, it's one of the greatest mysteries of the world now. Here is a story about it.、えー、トリプルナインハメックさんから MOHOS についての情報をいただきました。ありがとうございました。久々に驚きました。感動しました。最も MOHOS という名前を知っておられる方は少ないと思います。MOHOS、アマゾン文明の中心地です。が、スケールが違います。 まさに超ド級のスケールです。今日は謎解きというよりは謎の巨大さを楽しんでいただきたいと思います。まさに超巨大な謎です。こんな謎がまだこの地球に残っていたというのは本当に驚きでしかありません。今ご覧いただいているのがマホスということになります。でそれについて ネイバー氏はですね、まあ、このように説明しています。まさに桁違いの謎です。ボリビア・モホス平原に巨人族の墓がある。総延長5,000キロの道が衛星写真により発見された。一辺数キロの四角い湖2万個以上の丘。丘の一つから 身長2メートルを超える巨人の人骨が発掘された。DNA 分析の結果、遺伝子は中国東北部山東省のものと一致した。山東省出身の孔子の別名は超人9 6寸2メートル以上と。まあ、度肝を抜かれますね。総延長5000キロメートル。そしてそこには2万個以上の丘がある。 さらに言えば数千個の人工池があると。そういうことなんですね。で、これからそれを順に制止されていきますが、これがまあ身長2メートルを超える巨人のまあ骨と言われています。えー、で、これは ESD ES っていうんですかね、まあ、公式のホームページに紹介されたモホスの様子です。 まあこのようにまあ衛星写真でですね、分析が進んでいるというわけです。左がこれ人造湖ですね。湖です。まあ、池というよりも湖ですね、やはり。で、その模倣勢、皆さんを案内いたします。ボリビアですね。意思的には地地下加工の近くと言いますかね、南米で近くというのは全然こう、なんて言いますかね、実家がないんですね。 この下の方のアンデス山脈を越えるだけでも、もうなんて言いますかね、飛行機で見ていると、山脈の大海原を超えるかのような錯覚にとられます。まあ、そんなところのベリー、マホスですね。で、この辺りにあるということであの、Google Earth 上で探してみましたが、簡単に見つかりました。というのは、やはり巨大な湖が群衆集,集まっているからですね。 集しているからです、すこの辺りへ、まあ、降りてみます。見えてきましたね。点々と見えますね。これが腎臓庫なんです。で、この幅が150キロですからね。これだけでも150キロにわたって、このような腎臓庫が、まあ、散在しているということになります。その中の一つに、一つをこれから紹介します。この長さが4.9キロですからね。5キロです。そして幅が2.9キロ。 三キロもあるんですね。これが人造湖だというわけです。皆さん、人造湖ですよ。ね。人工的に作られた湖ということになります。綺麗な湖岸してますね。現在の土木記事でもここまで作るのは不可能ではない,ないのでしょう。ではないでしょうか。で、これがベニー、マホス、ボリビアです。まあ、この写真は今の湖のものではありません。 まあ、ほとんど写真がない。ということでも、まあ、ないのですね。まあ、で、まあ、このあたりの写真を集めてみました。まあ、大平原という感じですね。皆さん、こんな、まあ、なんてますか、アマゾン文明が手つかずのまま残ってるんですね。で、湖を見てみます。で、こうしてみますと、どの、って言いますか、湖も同じ方向を向いていることに注意してみてください。 まあ、よく、いやいや、ってか、傾いて、あの、ずれがありますけど、正確に北東部を向いています。あるいは南西部を向いていると言ったらいいのでしょうかこういうふうに、まあ、ほぼ、同じ、ほぼというか、同じ直線、同じ方向に向いてますね。そして、こうした、まあ、なんでしょうって言いたくなるような、まあ,あ、はい、ものが残ってるわけです。で、これ今調べてみたんですけど、縦にこう走ってるのが道なんですね。で、 この道は後で作られたもんだと、まあ私は理解してますけども、人間っぽくこうグニャグニャと曲がっているって言いますかね、後で紹介するように直線的ではありません。で、まあ道の写真をこの辺りでちょうどあり、一枚ありましたので拾っていましたが、この道の幅なんですね。ですから、この、まあ、地上絵と言いますか、いかに巨大なものであるかということがこれで分かっていただけると思います。で、その中の、まあ、特に大きいロ、ロガグアっていうんですかね、 ロガグ,グア、ロガグコっていうのがありましたので、そこ、それをここに、ここで拾っています。この中心部のあるロガ、ごめんなさいね。ロガグアコっていうのはですね、28キロ、20.8キロ、ごめんなさい。21キロです。そして幅がですね、約13キロもあるんですよ、皆さん。これが人造庫だということをあなたはまあ、信ずることはできるでしょうかもう、言葉がありませんね。 驚きました。そして、まあ、冒頭に挙げましたように感動しました。で、こうしてま写真1枚だけありましたが、ロガクワコです。もう海ですね。で、このロガクワコの向いてる方向にあのチチカカコがあるんですね。今まであちこちで調べてきました。チチカカコです。 ということはログアグア、ロガグワロガグワコアですね、地地価格の方を向いているということになるんですね。そして、ここには、まあ、地上の線が書かれている。その日は、ナスカの、もう遥かにしのぐってわけですね。まあ、ここに薄く見えますかね。こうした、まあ、線が、 描かれているわけですでこれが線ということはですね、まあ、道路の場合はですね、どんどん跡をかけてきますと、必ずどこかで道につながっていくんですね。しかし、この線はですね、どこかで道につながるということはないんですよね。ですから、道路ではない。そして拡大してみますと、道路ではなくて、ぼやぼやっとした、そうなんて言いますか、緑の木で作られているという感じがしますね。この長さが 11, 11, 11メートルですからね、この高さであれば、当然っていいますが道路であれば道路として見えるはずです。 まあ、こうして、この線が、5000キロですよ。ね5000キロにわたってって言いますか、あの、総延長5000キロにわたって、こうした線が書かれているということです。まさに地球万歳という、まあ、アマゾン文明ですね。まあ、この検証はまたいつ,いつかしていますが、今日は謎を楽しんでいただきたいと思いましたので、このビデオを作りました。それでは皆さん、Thank you and bye! どうもチュープナインハメックさんありがとうございました。Don't ンピ s t u ピ i d ボツワナの北西部、ナンビアの北東部、南アフリカにあるカラハリ砂漠の北に、この地球で最大の人工運河があります。人工運河があります。それはまさしく世界最大、農業用に作られた人工の運河ということになります。 明らかにそれは古代のものであり、現在は水は流れていませんが、10万5000キロ。10万5000キロに及ぶ大運河です。またその運河は互いに交差しながら、灌えシステムとして配置されています。で、これからその運河を紹介しますが、あなた自身にこう問うてみてください。これは人間が作ったものという方が馬鹿げて見えるのか それともエイリアンが作ったものという方が馬鹿げて見えるからちょうどビアコの端までの長さと同じになります。長さが250キロです。この長さにわたって直線の,ですよ直線の運河が平行に何十本も走っているということです。で、もう一つのツオディオヒルに戻ってみます。で、このツオディオ、そこにツオディオ運河があるわけですけども、この まあ、運河と運河の幅が2.14キロ。ここの、ここがですよ。そして、その次が、この長さが2.13キロ。そして、2.08キロ。まあ、2キロですよ、皆さんね、幅が。そして、こうした運河が平行に、かつ直線に作られているということです。2.26キロですね。で、ジョン・ジ線ンセンという方がですね、この運河の研究をなさっておられます。で、これはもう、マンメイドだと。 The largest white array man made, or at least non natural structure in the world, is in fact an ancient teller formed systems of agricultural aquaculture canals in northwestern Botswana and northeastern Namibia, north of the Kalahari Desert in southern Africa. Obviously, quite ancient. The canal systems no longer provide free flowing water throughout its 105,000 mile array, but many sections show obvious intention to provide cross sectional irrigation. Then I would like to ask you to ask yourself which one of us is more stupid one who says this is a human creation or one who says this is an alien creation. If you claim that This was created by humans. I never hesitate to say の幅が3 2キロあります。まあ、その長さを基準にして、まあ、大きさを想像してみてください。で、このスウォーディローヒルに、まあ、降りてみますが、えー、宇宙から見るとこのような直線が見えるそうですけども、地上に降りてみてもですね、どこにその直線があるかわからないというような雰囲気ですね。 で、これはランダムにそのあたりから拾えるだけ写真を拾ってみました。で、この運河らしいものがあってね、それをまあ判別できるかなと思ったんですけども、そうした様子は全くありません。なあち、この運河はですね、宇宙から地球を見ることができる人によって作られたと私は考最初に考えたわけです。そしてその大きさですね、10万5000キロですから、あの総延長がね、で、サイズを比較してみますと、これがツオディオ、 運河の幅です端、まあ、端から端引っ張っ張ていましたその長さはですね、富士山のかと。もしあなたがこれは人間が作ったものと言うのなら、私はあなたにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよと。広瀬林浜松市ジャパン。Japan、では画面を見ながら説明します。この情報はエイ、宮崎さんからいただきました。 で、この運河、ツオディロ運河と名付けます。というのはですね、名前を調べたんですけども、名前がないんですね。ですから、この一番近くにあると言いますか、中心部にあるツオディロヒルズですね、丘ですねをあの、の名前を取りました。で、ここがツオディロ運河のあるところです。線が見えますですかね。縦にささささと走ってますね。これが人工の運河というわけです。 この黄色い幅だけでも96.5キロあります。そしてこの縦の長さだけでも125.1キロあります。まあ、この長さだけでですよ。そしてこの